聖ヨハネアデオ、または神のヨハネスは、ポルトガル生まれの修道士で聖人であり、スペインの主要な宗教家の一人である。神の聖ヨハネ、天主の聖ヨハネ、聖ヨハネアデオと呼ばれるのが一般的である。ヨハネスは、ポルトガル王国、モンテモールオノボ、ジョアンシダーデの没落したが信仰の厚いかつての、名家に生まれた。母は、彼が幼いに亡くなり、父は、 修道会に入った。若い頃のヨハネスは羊飼いとして働き、農場主はその強靭さと勤勉さを喜んだ。ヨハネスは農場主から娘と結婚して後継ぎになるよう申し出を受けたが、神の御命による霊的な生活を望んでいたのでそれを断った。ヨハネスはスペインに移り、英雄的な戦士としてスペインをカルロス一世に仕え、 何度かの戦争で戦った。多くの戦功を立てた後、人々に神の言葉を伝えるため、ヨハネス・グルテンベルクの活版印刷機を使って宗教的な書籍を普及させることに力を注いだ。1月20日の聖セ,セバスチャンの祝日に、ヨハネスは大きな霊的改心を経験した。それは、後に霊的指導者となり貧しい者の生活を、 改善を促した、アビラの聖ヨハネによる説教を聞いている最中であった。大勢の人々の前で、自分の罪を国会したのである。彼は神により、一時的に狂乱の状態になったかのように見えたので、そのため、精神病院に入れられたが、アビラの聖ヨハネの訪問の後に回復し、貧しい者こそ、彼が受けたものより良い待遇がふさわしいのではないかと、気づいた。そして、 残りの生涯を病人や貧者に世話に捧げる決心をした。ヨハネスはスペインのグラナダに定住し、街で最も貧しい人々を世話するために力を注いだ。彼はゆっくりと法師に加わるよう招かれたと感じた献身的な弟子の集まりを引きつけた。ヨハネスは追従者を、現在は世界中の国で病人を世話する。 病院の兄弟たちの修道会として知られている、修道会へと組織した。彼の働きに対する栄誉の印の一つは、この修道会が、教皇の医療や、主家の世話を公式に託されていることである。ヨハネスは55歳の誕生日である1550年3月8日に、没した。1690年10月16日に、教皇アレクサンデル発生により、劣勢され、病院、 病者、精神病者、看護者、消防士、アルコール中毒、そして書籍賞の守護成人となった。祝日は3月8日である。修道会はアイルランドのキルデア県のセルブリッジに拠点を持ち、そこで障害のある人々を支援している。ありがとうございます。